立川市役所が今日 JR 立川駅北口のアメリカ軍立川基地跡地に移転し業務を開始しました。旧庁舎の建設から52年ぶりの移転です。立川市役所の新しい庁舎は地上3階、地下1階建てで、延べ面積はおよそ2万6000平方メートルです。新庁舎の目玉は建物周辺の緑化や屋上などに貼られたソーラーパネルで、環境に配慮した作りになっています。事業費はおよそ103億円で、積み立てのほか20億円の地方債が充てられています。国民健康保険を脱退しに来ました。初めなんか変わったの知らなくってあっちの行っちゃったんですけど、広々としてて、いいです。前の庁舎が古かったせいか、かなり新鮮味は感じますね。新庁舎は多摩モノレール高松駅から徒歩10分、周囲には地裁や地検の立川支部もあり、行政機関が一層集中するエリアとなりました。